って言われたり、あとはここで立ってスピーチしている方々の声に本当に励まされています。私はこういう運動を続けながらも、伊方原発が次の再稼働一番手だと言われていて、ちょっと諦める気持ちもありました。でも皆さんの気持ちを聞いて、日本はもう変わってきているという言葉を改めて聞いて、やっぱり今しか止める機会はないと、止めてやろうという気持ちになりました。伊方原発も全国の原発も、今までたくさんの人の生活、たくさんの人の気持ちを踏みにじってきました。私はいろんな福島の避難者の方とか、福島でまだ避難生活している方とか、そういう人の声を聞いてきました。まだまだ2年半経つのに、生活再建もままならないし、福島は事故もまだ終わっていないし、なんでこんな生活を支えることじゃなくて、人の生活を踏みにじり続ける原発を増やすことにお金を使うんだと、すごく悔しいです。私たちみんな当事者だと思います。原発の立つ町に住んでいなくても、若い人たちの夢を奪っているのが原発に依存する社会です。若い人に原発どう思うって聞いても、一瞬の間があって、怖いけど就職のためにはどんな就職先でもいいからあってもいいとか、将来の技術がないのに辞めるのは不安だとか、そういった気持ちを話しています。あの事故を見て怖いとか、もう次の社会に行きたいと思うのは自然な感情じゃないでしょうか。その自然な感情を市場の論理とか言って踏みにじっているのが原発だと思います。私は絶対にどんな行為をしても、私たちの声取り除けないということを証明して止めたいと思います。ぜひご協力お願いします。では止めましょうイコール、皆さん一緒にお願いします。伊方原発止めましょう。はい、共に頑張っていきましょう。はい、続きましてですね、限界原発ある、佐賀から、原発なくそう、九州限界訴訟、稲村陽子さん、よろしくお願いします。